今日は日本の成人式を紹介します。今年はいとこが成人する年齢なので、成人式に出席する日の様子を撮影させてもらいました。成人式は大人になった若者たちを祝福激励するための式です。まずは髪全体をセットしていきます。ボリュームを出すために髪全体をカールします。振袖にはアップスタイルが一般的で、髪飾りもつけて華やかに仕上げていきます。今回使用する髪飾りはこんな感じです。黄色と白のお花です。いい感じですね。これ後ろからずっと見てました。完成。あの黄色みたいな。分からん。続いて着付けです。補正下着を着用後、肌襦袢を羽織ります。腰紐を巻き、さらにその上から伊達締めを巻きます。続いて振袖を羽織ります。身長に合わせて着丈を決めたら、腰紐で位置を固定します。上半身のダブつきやシワをきれいに整えていきます。ちなみに振袖の柄はこんな感じです。淡いピンク色ですね。パステルカラーの振袖です。再度腰紐を結び、伊達締めを結びます。そして最後に帯を巻いていきます。あ、これ今NiziUを踊ってますね。最近 K-POP にハマりだしたそうです。帯枕を利用して形を整えていきます。整え終わったら帯締めで固定します。大きなリボンのような可愛い形に仕上がりました。これで完成。なんかパタパタしてますね。全身こんな感じ。謎のポーズを決めています。会場に到着しました。日本では20歳を超えると人となるで、成人大人になるとされています。また20歳以前は子供とみなされていたために禁止されていた飲酒や喫煙も、成人したその日から許可されるようになります。成人式では多くの女性が振袖を着ます。長い袖が揺れ動くことから名付けられた振袖が始まったのは江戸時代とされており、未婚の女性の正装とされていました。最近の振袖は古典柄からモダン柄まで多種多様なデザインが存在するため、全員が集合する成人式では色とりどりの華やかな光景を目にすることができます。ご両親は熱心に撮影中です。楽しそう。ほら、かわいいですね。あ、こっちも行ってますね。今日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。